階段はちょっと早い。ということで、着きましたね。播磨駅。播磨駅じゃない、その奥に、ファミリーパークさんもあるんで、そんなに苦労はしないです。乗車券タイプか。はいはいはい。はい、乗車票を発行してもらいました。それちょっと誰とね、駅に着いたら結構人出てきた。これ取れねえな。まあいい。次が、13時25分。13時35分。40分、1本ちょうどいい時間じゃん。あれ。バッチシ。この後28分に列車が来るらしいんですけど、それは見送ってね。今日フリーキープじゃないんでね、逆乗りとかできませんから。よし。あ、列車も行きましょうか。ちなみに、桑名駅も、播磨駅も、一面一線の駅なんですよね。で、単線なので、実は、列車の行き違いできるのが、下深谷駅しかないんですよね。なので、ほぼ必然的に、列車は、この先二駅は、あそこで折り返しするしかないんで、すぐには列車は来ないですよ、と。この列車が、さっき乗ってきたやつかな。さっき乗ってきたやつが折り返していって、そうですね。うん。で、折り返しで、来ますからね。よいしょ。こんなんやってるんですね。試験生応援フリー切符。受験当日の切符を前売りでね、買っとくことができますよ。ですから、まあ、列車ギリギリになっちゃった時とかにね、まあ、ここだったらこれだ、取るだけですけど、ですね、そのまま吸ってきます。しかも、受験生だと400円で、乗れるようになるんですね。ちなみにフリー切符だとね、1500円かかるんで、今回のあれだと、ちょっとね、片方安いね、今回は。通常運賃でやってます。よっ。400円って上に。